まあ 50% ですからね。はい、そんなのあるんですね。和の選手がないってことは、に手で当たったんですかね。最初の道は外してたと思って、もっこいんで当たりつけたんで良かったです。もう単発はやめてお願い、単発はやめて、大体大丈夫、
いね、ケンちゃん。なんか左。女性ある。ありがとうございます。あるんですよね。そんなに空き台もないしさ、今15時30分で、あーそんなにね、今の残り時間とか今の時点で空いてる台の様子とか考えるとそんなに大差ねえかなって思うんで、このまま続行してもいいんですけど、続行しよう、続行してどうにかするしかない。決闘ラウンドが終わっても継続することがあるらしいぜ。4人目のユキチがいなくなりました。いやー本当よく負けますね、まあ、厳しい。あと
当たんないかな。もう見て、引いたよ。875回転目で。もうそろそろ当たってほしいっすね。これで当たんなかったらもう絶対無理ですよね。ありがとうございます。24回転もうまた追加投資がいくらかもわかんない。1万円くらい相当者はわかります。44,000円。ミロリだ、ミロリミロリ。アイフラーミドリオーラーとはいえ、いつでもステージ上がんないとちょっと厳しいんじゃないですかね。支配のかけらもなかったけど、だいたい大丈夫。ありがとうございます。避けてる。負けるよりは全然いい。頑張れケンちゃん、大丈夫だと思う。ありがとうございます。もう本当に大きないと厳しいですよ。よっせあるけど、おらんでしょ。ここで微妙。
さんっぽいっすね。はい、終わった。バシューンも言われなかった。うーん、厳しい。はい、お疲れ様でした。実践終了いたしました。まずは本日の結果からですね。本日はマイナスの2068枚でした。もう安定のマイナス2000枚オーバーって感じ。もうあれですね、何連続負けてるか分かんないくらいマジ本当負けてるんですけど、どうして内くるさんではこんなに負けるのかな、おかしいないやでもね、最近ちょっとまあスロットの調子自体はそんなに確かに良くはないんですよ。良くはないんですけれども、それを差し引いてもちょっと負けすぎじゃないかなって思うんですけどまあでもあれですね、今日の範囲としては、高設定がつかめなかったっていうのはね、もちろんのことなんですけど、まあチャンスをなかなか生かしきれなかったかなっていうところもありましたかね。今日の引きでもなんとかなる人はなってたんじゃないかなっていう感想でしたかね。はい、内くるさんではね、また多分お世話になることもあるでしょうけれども、今度は負けないように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。それでは今回はこの辺りで、バイバイ。